自ら正しいと信ずる者は王の万軍よりも強く、自ら正しきを疑う者はわずかの力をも有せず。トーマス・カーライル。人の上に立つ者は常に孤独である。誰にも頼れない。自分を守ってくれるのは自分だけである。だからまず何よりも自分自身をよく知り、強い自分を作っていかなければならない。強靭な精神力を鍛え上げるのは、目標に向かって何が何でもやり遂げたい、やらなければならないという熱い欲求である。自分の行動を正しいと信じ、とことんまで諦めず一歩一歩前進していこうとする情熱である。心の内に秘めた不退転の決意が人間を強くする。苦しさや困難に屈しようとしない精神力、不退転の決意が信念である。ひとたび確固たる信念を持った者は、一見不可能と思えるような難しい仕事をやってのける。信念を持って行動している人々は美しく見える。人の気持ちを引きつけて離さない。信念はあっても信念だけでは他の人はついてこない。信念を支える実力がなければならない。どのような場面や場所にあっても、自分の置かれた立場をしっかりと認識し、的確に適応していく能力を持ち、仕事を進めていく上での知識、技能を身につけている必要があるだろう。人生について、人間について深く考え理解して、他の人々のために働く心の広さもなくてはならない。自分の携わっている仕事の世界での知識や技能だけでなく、広い視野で物事を捉える良識、一般的な洞察力も大切である。燃え盛るような信念と実力が両両相まって実践が行われるとき、強烈なリーダーシップが生まれてくる。黙っていても人はついてくるだろう。